はい、こんにちは。山城と申します。今回はですね、えー、ついにですね、えー、中尾さんで、えー、新しくですね、えー、5月の14日、昨日からですね、えー、水木奈々さんとのコラボキャンペーン始まりましたよということでね、まあ、簡単な紹介とね、ちょっとね、いくつかね、えー、今回、えー、今までの何回かね、もうコラボキャンペーンありましたけど、えー、どっちやってちょっと気をつけないといけないところをね、えー あのありましたんで、それをね、えちょっとね、いろいろとね、確認していきたいと思います。ま,まずね、あの、まあのまね店に行ってね、食べてくださいよとか、まあ、持ち帰りでも大丈夫ですよとか、まあ、その辺りはね、大丈夫だと思うんですけど、まずね、応募の仕方はこれね、全部ね、あのオンラインのみになっておりますので、えー、ホームページのね、どっから応募したらいいのかをね、まあ、簡単にね、この動画でもね、紹介していきましょう。えー、ということで、まず今これ、えー、キャプチャー画面でね、中野の公式ホームページの方に来ております。で、えー このホームページのところから行くと、もうね、ちょっとね、下の方見たら、はい、えー、水木奈々さん、プレゼントキャンペーンって出てますね。ここをね、えー、ポチッとタッピングしますと。えっ、ー、と、パソコン版でも同じような画面が出てきますということですね。で、そうするともうプレゼントキャンペーンのところに来ますんで、それで、キャンペーンのオーバーこちらっていうところに、だ、えーッとデータを入力してですね。うん で半径、えー、をね、アップロードしますよということなんです。あの写真を撮っておいてですね。えー、で、まあ、これ、このまま画像を選択するとしたら、えー、機種にもよるかもしれませんけど、私の場合、このままカメラが撮れますんで、これでね、えーえー、まあ、ちょっと今、画面暗いですけど、えー、カメラで撮ってしまえば大丈夫ですよっていう風な、えー、なってますね。で、えー 気をつけないといけないところは、えー、といくつがあるんですが、えー、まず、えー、これですね、えー、と対象商品今回ね、えー、ちょっとねい,いつもとは変則的という感じがしますねえっ、ー、とね牛丼が、えー、対象じゃないですよこれはまあ大体いつもそうなんですよねだいたいねここはね牛丼がね、えー、対象外になるんですけど、えー、今回ですね、えー、実はあの 7、えー、種チーズの親子丼のキャンペーンなんですけど、えー、いわゆる通常の親子丼の方はいや炭火焼き親子丼とかってやつとかあの辺りは今回対象外なんですね、うん、キャンペーン商品ではありません、えー、っていうことなんで結構ねあの今までは確かね親子丼がねキャンペーンの対象に入っとったと思うんですけどね、えー、今回はもうチーズ親子丼 と、あとここに書いてある、えー、カレーですねプレミアムビーフカレーにプレミアムカツカレーでサーモン丼と湯尽くし重にうな重特う,うな重と、えー、いったところのみが、えーえー、対象になっておりますのでここちょっと気をつけるところかなと思いますで全部、えー、と1点につき一口の扱いになりますよということですね、えー、ですのでどううの商品が特うなじゅうの方が,、ね、一が一番高いかなこの中へとプレミアムカツカレーかな ねえー、多分、これあたりが890円ぐらいでい、えー、一番安いのは690円ぐらいになってくるかな、えー、っていうところだと思うんですけど、えー、ねあの高い商品がたからって言って、あのなんかちょっと口数が増えるとか、そういうわけではありませんよと、えー、いうところも気をつけどころですね。あとは、えー、とセット商品とかも対象になります。まあ、あのお店の券売機で買うときはね、あの 全部出てきますんで、あのここにキャンペーン、あのキャンペーン対象商品はこちらって言ってね、もう、えー、最初の画面にドンと出てきますから大丈夫だと思います。で、お持ち帰りでも OK。えっ、ー、と、これはドライブスルーでも、えー、OK みたいです。レシートを取れば大丈夫らしいんで。で、えー、気をつけないといけないのは UberEats、出前館、e パ、えークといった、えー、掲載サービスがね、えー、違うところのやつは、えー、対象外になりますので、必ずね、あの店頭での購入。えー に、えー、なってきますすとと、えー、いうことですね、えー、アプリで、あのこういったアプリを買ったやつはダメですよって、ここもちょっと気をつけた方がいいですね。で、えっ、ー、とね、これがね、一番ね、あの穴になりそうかなと思ったのが、応募方法のところにもね、でっかく書いてあるんですけど、えー、実は今回、あの自分でね、あのこれねあの、ドライブスルーとかで、えー、買う場合は、えー、そんな問題にならないんですよ。で、第三に直接言って買うようになるねもね。で まあも基本メインは券売機で買うん,ない買うんですよね、中尾さんはね。で、えー、そうすると,、えー、と、レシートの、えー、ねあの発券ボタンを押してくださいってなってると、えー、メインのボタンはあの発券っていうボタンなんですけど、えー、その横にちっちゃく、レシートありってなってるね、いわゆるレシ領収書を印刷する、えー、やつがあるんですけど、えー、今回はこの領収書で、えー、応募してくださいってことなんで、えー えー、このちょっとちっちゃい方のボタンね、発見でシートありの方を、えー、押して、その、えー、領収書を必ずもらってくる、これね、結構よくね、領収書の取り忘れって私も見ますんでね、あの券売機で、ね、見ると、えー。ですので、これだけあここはちょっと気をつけておいてください。あのですので、職権というと、もぎってね、あの半券渡す方じゃなくて、その印刷した領収書の方で、今回は、えー、応募してくださいよということらしいです。えー これですね、領収書の判件ってなってますね。えー、であとはレ、ね、シートとかでも大丈夫ですよということですので。えー ということです。ここが一番大事かなと。で、まあ、これがはっきりと見えるようにね、ここに書いてある内容が。ということです。まあ、詳細はまた見て,見てもらったらいいと思いますんで、まあ,あの、これね、スマホの方でね、パパッと応募ができますんで、簡単かと思いますんでね、まあ、こんな感じで、まあ、とはいえですね、私もですね、このね、えー、73グッズをね、えー、当てようと頑張ってるわけでございますから、これ毎日ね、ね、えー、親子の生活ということでね、えー、まあ、親子の以外も多分。 面で、ね、く攻めててていくんじゃないかなかって、えー、思っ思ますさすがにね、このね7種のチーズ親子丼食べてね、もう早速食べたんですけどね、美味しいんですけどね、美味しいんですよ。えー、ただね、やはりね、これね、コレステロールという意味ではね、これを1日3食食べたらね、まあ多分相当なコレステロールになるかなと思いますんで、まあだからね、今回はあのサーモン丼がね、対象に入ってますんでね、まあ粉とかビーフカレーとか、まあいろいろと、まあ、あの、 取り尽くしと私食ったことないからね、ちょっと一回食べてみたいなってるのもありますまあいろいろと食べながらね、えー、ぼちぼちと応募していきたいなと思っております。えー、まあ,あの皆さんもね、ご興味ある方は是非ね、この動画を参考にしていただければ幸いでございます。ということで、まあ、この動画はこれぐらいにしておきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。